園田康方園田康方ノダ・から1924年8月7日は、幕末の薩摩藩士、明治から大正期の内務、警察官僚、政治家、実業家、貴族院議員、宮中顧問官、男爵、警視総監、北海道庁長官、薩摩藩士、園田ダ・介衛門の,の長男として生まれる。母親戦争には慶応4年5月から、 北陸政党軍に五条として従軍し、戦勝を受けた。明治4年10月、東京府取締組組頭となり、さらに司法省大警部となり1874年2月に退官。長州省大半隊長として台湾出兵に従軍した。1875年6月、警視庁14党出資として、再度警察官となる。百七十七年四月、 陸軍不評注意見警部として、西南戦争に抜刀隊巡査部隊の長として、従軍し、戦勝を受けた。1882年4月、石川県警部長に就任し、その後、石川県大書記官、警視庁二等警視県内無償書記官に移動。1884年4月から1886年4月まで、各国警察の状況視察のため欧米に出張し、 被告後その報告を大政権分子として出版した。以後、警視庁、第三局長、滋賀県書記官、警視副総監兼第三局長などを歴任し、1891年4月に警視総監に就任。1896年6月5日、男尺を除尺し、同年9月に退官した。1897年7月、 貴族院男爵議員に選出され1911年7月まで在任。1898年1月、警視総監に再任され、その後、北海道庁長官、宮中顧問官を歴任。その後、帝国国際株式会社社長、強制銀行頭取を務めた。ありがとうございます。